ぬおーおー、できたぞターボ型ジャンクション、完成だー。何が一体どうなってんだ。私の国方高速接続が完成したみたいです。うむ、結論から話すと、こいつは南北に伸びてた高架高速、地下高速の2本と、新しく作った第三環状線と出口まで一体となったゲテモノ接続だ。地下がものすごいが、地上も狭い空間に出入り口がある状態だ。新たな渋滞を呼び起こす気しかしねえ。まあまあどうせして地下の後半なんて渋滞と隣り合わせなんですから、まずは詳しく見ていきましょうか。改めて、こいつはターボ型ジャンクションハリマ、ラウンドアバウトを軸にしつつも、十字状に既存の高速配線が繋がっている。パッと見が車のターボチャージャーのような見た目をしてるだけで、ジャンクションの代表的な種類、例えばトランペット型とか、クローバー型とか、一般的でないことは先にお伝えしておきます。つまり仮に視聴者が真似たいと思うのは勝手だが、それで渋滞が起きても責任は取れないということだ。でだ、ケチな私がこれを許可せざるを得なかったのも理由がある。さっきも言ったが現時点でまず3つの高速が引かれている。しかも面倒なのが、高架高速地下高速が南北に1本ずつ。東西には地下からこの先地上に上がる。まだ動画で1秒も見せてないが、第三環状線の上下線、路線で言えば3本、上下だと合計6本もの交差地点がここに当たる。干渉せずに交差する分には、地上と地下で50メートルずつ。このゲームは潜ったり上げたりできるので、簡単ですがこれを3本とも全部、行き来できるようにするのはかなり大変ですな。少なくとも普通の十字上じゃ無理ということだ。ということで6本の高速を裁く目的で、この違法建築物は工事に取り掛かった。で、話はパート12の終わりに再び戻るぞ。いつの間にか第三環状線ができている前提で話が進んで、あれ、1話飛ばしたかと思われても仕方ないスタートの仕方しましたからね。正直それはすまんかった。しかし目玉は最初に見せた方が面白いと思ってな。ってことで第三環状線について先に軽く見ていくぞ。今までの動画を見てくれた方なら、第一、第二環状がすでにあるのはご存知と思います。第三環状線は第一や第二よりもさらに外側をぐるっと回る高速計画です。この第三環状線は、第二地下高速とうるさかった積極大臣と、私と私の秘書とで話し合い、うまくケチった高速計画となった。僕の方から具体的に申し上げますと、大商業地域で、渋滞が問題となっている銀座の真下に高速で入り口を作りたかった。そのためにはこの第三環状線からわざわざ伸ばして、で入り口を作った方が、既存の高架高速銀座線と、同じく銀座の地下高速、そして第三環状線の3つに車両が分散してくれれば、単純に高速1つあたりで裁く車の量は3分の1。銀座周辺の渋滞はさらに緩和されるという寸法だぜ。私はなんて天才なんだ。形に落とし込んだのはほぼ秘書の方でしょうが。ってことで今南北に地下伸びているのが、銀座への出入り口となる高速、横に伸ばそうとしているのが、第三環状線の本線というわけですな。で、この第三環状を作る際に思ってしまったのが、先ほどのこの場所、第三環状と、高架、地下の高速が交差するこの場所。これが器用に接続されたら、今まで何気になかった地上と地下の高速を行き来をする場所ができ、まさに高速の乗り換えの要になると、この時思いついてしまったわけですね。ちなみにこの第三環状線は結構すごい場所を通っており、まずここは飼育の空港の近く、マップの北東に位置する場所です。空港の滑走路の真横に高速通すのかよ。コントロール失った瞬間大惨事になること確実な場所だな。いやむしろ第三環状線側で事故を起こして滑走路に車が飛び出ようものなら、それこそ現実的に考えたら偉い展開もあり得る危険な環状線だ。飼育から南に向かって立ちの区画後で引きまくり、現時点で東側は町の最も外側を回るような場所を通ることになる。要するに、少なくとも現状は町の外側の一軒や連中を少し裁く程度の意味しかないわけだが、町のさらに外に住民が住み始めれば、その辺は利用状況が増えてくれることだろう。空港を過ぎたら北側は市町直轄地域を久しぶりに通ることになるんだぜ。そういえばここの高速は完全に手つかずでしたね。将来的に北に伸ばすかもで、ちっとも伸ばしてないのが現状ですから。第三環状線は私たち市議や市長の家がある川沿いに橋を作り、既存の高速とここも合流させます。と言ってもそんな難しくありません。真ん中2本が第三環状線、市の外側をぐるっと通る道で、外側2本の高速が市の中央を通る、南北地下高速2に分裂するだけです。第三環状線はその後、地下炭鉱科大学の裏手を通り、工業、工場地帯に入ります。地上を通る道として、一部地下鉄整備基地の近くを通り、先ほどの高台から地下に入った場所と合流させて、北側の接続は終了。あとは西側になりますが、これはすでにあった、湾岸地下ナイト線に接続することになり、すなわち湾岸線の一部が第三環状線の一部を構成する展開になります。地味にカーブでの接続合流になったので、ここで苦戦したんだぜ。あと湾岸線と第三環状をはじめとした接続、出入り口をいくつか作ってやれば、第三環状の出来上がりだぜ。例えばここは銀座区、町のど真ん中に出入り口を作っているわけですが、出入り口はそれぞれ分けることにしまして、南側が出口、入りたい場合は北側からと役割分担していきます。
て、道路を埋め直し建物を再度建てていけばですね、一時的な立ち退きはあったものの、減った商業供給力は最低限で済みました。こう見るとパッと見高速の出入り口だとはわからないだろうな。説明されないと一瞬地下にどういうわけか潜ってるだけに見えますね。しかしこれで銀座の周りで3カ所、中央に1カ所、合計4カ所の出入り口ができました。もう増やせるところはないし、事実上銀座の高速網は完成っぽいな。もちろん、外側の住宅街にも出入り口を平等に作っていき、もっと言えば市町直轄地の出入り口、この辺も整備を進めていく。川を渡る橋の前だが、その前に高架で高速を乗り越えつつ出入り口を作成。正直この辺にはまだ人が全然いない。てか私が認めていないので、多分使われるのは限りなく現状までだが、狭かった出入り口が多少ゆとりある形に変わった点は良かったと言える。途中私の江崎区に3代目島村がおまけでできるという、嬉しい出来事もありつつ、他にもバスがつまらないように改革や、新しい低密度住宅地域区域を確保するため、いよいよ本当とは別の島にも道路を引き始めましたが、これはおまけみたいなものなので今回は省きます。久しぶりに大規模新築作成なのにカットされるとはどういうことだ？今回のメインはあくまであのターボジャンクションですからね。どちらにせよ低密度といえど全部埋まるには時間がかかるため、放置というわけです。とんでもない量の海軍カレーを食わせるヤバいホテルがハリマに完成。素晴らしいホテルですね。お酒もあればなおよしです。と脱線しまくったが、要するに第三環状線がここまでで完成したということだ。あとできていないのはあのターボジャンクションのみ。ということですでに一度完成して動いてる第三環状線だが、時間を止めて再設計開始だ。まずはわかりやすく地下高速と第三環状線を一度少し壊していく。その後は地下から作る前に、地上の方が作りとしては少ない量で終わるので、高架高速の出入り口から場所を検討していく。と言ってもこの辺は太い道路もあって、結構狭いんですよね。とりあえずいつものように脇道を作って、そこに出入り口をつなぐスタイルで、作り終えましたがこれ、6車線の大道路からの距離といい、普通に高架高速としての出入り口の需要で混んじゃいそうなんですが、この時はあんな綺麗な円形になる計画は1ミリもなかったからな。まあ最悪出入り口となる一般道をちょん切ってしまっても、出入り口機能が消えるだけで、乗り換えには支障がない道路になったから、渋滞しそうとこの時思いながらも、話を強引に進めることにした。問題が出てから直してしまえスタイルというわけですね。上下線をそれぞれ地下に潜らせましたら、上り線出入り口に車線、下り線出入り口に車線、合計4車線として一度まとめます。背骨となる2車線を通した後、左右に1車線ずつ継ぎ足してます。カーブが大変ですが、コンパクトには収まりましたかね。完成品がこんな感じです。まあここまでは今までや、普通のプレイでもよくやる接続方法だな。問題はここからで、この途切れている4つと、今作った4車線を1つに合わせた道路、合計5つの全てを、全部行き来できるようにしないといけないわけだ。地下のラウンドアバウトで引く分には簡単です。しかしそれですと、直進も右折も左折も全てラウンドアバウト処理なので、交通量を支えきれずに終わる可能性があります。要するに直進は直進のままスムーズに、進路変更する車のみを、ラウンドアバウトで処理したい、というのが今回の接続の目的になります。ということでここから本格工事を開始。まずは軸となるラウンドアバウト、ギリギリ第三環状線の直線上に、触れない程度の位置で仮設置しました。次に第三環状線がぶつからないのを確認して再接続。地下高速は40メートルもの深さに一時達して接続していきます。要するに、ぶつからないように十字交差を再接続というわけだな。ただこの時にですね、普通にやったら地上からの合流車線と、第三環状がぶつかるため、第三環状を地下25メートルくらい、地上から地下に伸びる高速を15メートルくらいに、調整しましてなんとかで入り口とラウンドアバウトをつないでいきます。で、まずは南側から一番地下深くの高速とラウンドアバウトをつなぎます。一時停止するとこんな感じだぜ。亀の甲羅から頭が生えてるような感じでしょうか。第三環状の接続は、ここは簡単として、反対側も同様なのは言わずもがな。問題は奥側のこの道にどうやって繋ぐかですね。普通に奥側が入ろうとした場合、間隔がすこぶる狭くなります。これは確実に渋滞の元となりますね。それに4車線をダイレクト接続するのもまずいから、これも可能ならば綺麗に合流させたいところ。4車線を2車線片側通行で分ければ、こちらは距離を取る必要はありません。次の出口までが微妙な距離ですが、ここの進入も一定距離確保はできました。問題は第三環状外回りから入るための引き直しですが、いっそのこと内側から入ってしまえと。線外しますよ、わかりますかね。下から円の中に入って浮上して、この位置で入っているという仕組みです。まあ要するにこういうことじゃろ。次に入ってきたら出る道も作らないとなんだが、本当はさっきみたいに内側から通して、こういう道路を引きたかったのだが、深さの関係で潜りきれないという、一つ前の入ってくる道を一部共有2車線化して強引に戻る道を作った。これ結構遠回りだぜ、地上から地下に入るとなると。さらに言いますと、このぐるっと回る路線は地下高速銀座方面に進む、かなり需要もありそうな道路。さらに言うとですね、最深部からラウンドアバウトに入る道が片側ないため、さっきのカタツムリ出口道路の上を強引に通して、これまた内側から入るという、かなーありのパワープレイでコンパクトにしようとしてます。これ頑張って距離を稼いでるけど、内側も外側も出入り口だらけだし、ラウンドアバウトとして
本当に高速3本分の需要を裁けるのか。こればっかりは回してみないとわからんってやつですね。なおこの時点で全部の高速に出入り可能になりましたが完成じゃありません。例えばですけど、地下高速から第三環状内回りに行きたい場合、ぐるっと回ってラウンドアバウトに入った後またぐるっと回って、くだらないと現状入れません。はっきり言ってこのルートは遠回りすぎます。どう考えてもこう入った方が近道だしな。そう言われちゃうとすげえバカバカしいルートに見えちゃうな。ですので作成可能なショートカット、今みたいな道ですね。おかなり高低差ギリギリなんですが、作ることでラウンドアバウトの負担も少なからず軽減ができます。他にはこういうルートですとか、この時作り忘れちゃいましたが、こういういわゆるクローバーの外側、そこに関してはショートカットを3箇所作る価値がありそうでした。逆にクローバーの内側をラウンドアバウトでなんとか処理してるって感じなわけだな。で、なんとか完成したのがこれと、今回細かく見ていったが、複雑そうな割には小面積、よく言えばコスパよく、悪く言えば道路面積少ない分、詰まりやすそうではあるな。この3本の高速自体は交通量はそこまででもないため、どちらかというと出入り口ですこぶる込んでしまいそう。まあ出入り口は最悪コッパに人か、この辺にでもぶち込んじゃえばいいんじゃね。知らんけど、ということで実際完成後の動きを見ていきたいのだが、シティスカ2は高速完成後は混む傾向があり、またゲームが重すぎてなかなか進まない点もあるため、悪いんだが完成後の様子と細かい修正はまた次回。市長、本格修正は次回でいいですが、やはり出入り口は距離が短すぎるなど問題終わりなので、最後ここだけ市民の皆様に共有して終わりましょう。どうせ詰まってるのはチハタンだ大丈夫。すべての出口を攻撃で破壊して、苦労を水の泡にしてもいいんですよ。